バカ道人は知られているうちで最も新しい、現世人類に似ていない、戦士時代の人類である。年代測定で14,500から11,500年前と判定された化石は中国のバカ道とローマ騒動で発見された。旧人類と現世人類の特徴を合わせ持つ彼らは、比較的最近まで生存していた人類の別の種と、 見られ、原生人類の遺伝子プールに寄与することなく、絶滅したと考えられている。馬鹿道においては大きな鹿を調理していた痕跡が残されている。下顎1979年に結挙者の頭蓋骨の一部が、中国の厚生地湾俗自治区百色地区、竜林四角属,属自地県徳、我々にあるローマ騒動で発見された。さらに1989年には、 雲南省港が、ハニ族遺族自治集毛事件分ランチンにある、キアサンバ稼働においても、追加の人骨が出土した。中国とオーストラリアの研究チームによる研究成果は2012年3月14日付で、プローズワンのオンライン版に掲載された。20年以上も前に発見されていたが、最近になるまで分析されていなかった。 バカ道の結挙者の化石は化石体積層の中から発見された炭を使用した放射性炭素年代測定で14,500から11,500年前の間と判定された。この期間中にネアンデルタール人など他のすべての戦士時代の人類は死滅したと考えられている。つまり、バカ道人は13,000年前と判定されたほぼ、 フローレシエンシスよりもさらに新しい時代に生きていたことになる。比較的最近の時代にもかかわらず、活石は原始的な人類の特徴をいくつも備えている。のっぺらとした顔、幅広の花、おどがいの小さい突き出た顎、大きな球脂、眼下上流器の発達、分厚い頭蓋骨、適度な農養石などの原生人類とは異なる、目立った特徴を持っていた。 バカ道人の物理的特徴は、原生人類とは異なる。未知の種の可能性もあるとして注目されているが、発見した研究チームは、新種として分類することに慎重な姿勢を見せている。ロンドン自然史博物館のクリス・ストリンガーは彼らが、原生人類とデニソワ人が交配した結果である、可能性を示唆している。他の科学者は、その独自の特徴が、一個体群に予想される。 変動の範囲内であるとして依然として会議的である。ワシントン大学の自然人類学者、エリック・トリンカウスは、眼見な初期原制人類を不運にも課題に誤って解釈したものであり、おそらくは現在のメラネシア人に近い存在だろうと話し、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所に所属する自然人類学者、フィリップ・ガンツもバカ同人の奇妙な外見的特徴は、 おそらく、原生人類が多様性に富んだ種であることを示すものに過ぎないと述べている。DNA を抽出する試みはこれまでのところ成功していないが、今も継続している。抽出が成功すれば、このグループと他の原生人類との関係を判定することが可能になる。中国語の自家は赤鹿を意味し、日本語におけるバカのような不別の願意はない。 日本語では、バカの表記を避けて、アカシカ人、アカシカ人、あるいは、クレナイシカ人とする例がある。また、中国語においても、アカシカ人、アカシカ同人、クレナイシカ同人などとする例がある。ありがとうございます。